皆さん、明けましておめでとうございます。マスコミ関係の皆様方には昨年大変お世話になりました。今年もどうかよろしくお願いいたします。さて、この度カタール富山のこのトップチームの新体制が整いまして、岸野新監督の下でスタッフ7名、そして新加入選手6名を加えた選手26名で、3月15日にスタートいたします2015シーズンを戦ってまいります。今日はその新加入選手のうちの5名の方が出席をさせていただきまして、そのお披露目会ということになりますけれども、選手監督の皆様方にはぜひとも90分間一体となって全力で走り、攻守ともにアグレッシブに戦う、このカタール富山のサッカースタイルを貫いていただき、何としても今年1年で J2 復帰に大きくをしてまいりたい、このように思っていますので、どうかよろしくお願いいたします。それではこれより2015シーズンのクラブスローガンを発表させていただきたいと思います。2015シーズンのクラブスローガンは邁進ワンスピリットであります。この邁進という言葉の意味には、目標に向かって迷いなく全力で突き進むと、こういった意味合いがございます。そしてこの漢字2文字に使われております信如、これにおきましても本来道を歩く進むという意味合いがあるそうでございますので、この信如の2文字に我々の今年度の目標といたします J2 のイメージを重ね合わせていただきました。そしてこの下に英語でワンスピリットという文字を添えておりますが、直訳すれば心一つにということになろうかと思いますけれども、同じ心のといった英語でハートという文字がございますけれども、これよりもこのハートよりももっとその奥からの強い気持ち、意志といったものを込めてこのスピリットというものを採用させていただきました。したがいまして、このクラブスローガンはチームやフロントスタッフ、そしてサポーターの皆様方をはじめ、カタール富山に支えていただいています多くの方々の方々のこの心というもの、これを強い意志を持っての心を一つにして、我々の目標であります J2 昇格に向けて全力で戦って進んでいくという意味合いを込めたものでございます。2015年度シーズンにおきましては、県民の皆様方に感動と元気を与え、そして子どもたちに夢と希望を与えることができるよう全力で戦ってまいりますので、どうか多くの皆様方にスタジアムまでお越しをいただきまして、我々と一緒になって戦っていただきますようよろしくお願いを申し上げて、あとは今日の主役でございます監督や選手にバトンタッチをさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。じゃあ私の方から、元々に資料をお配りしたと思うんですけども、カタールトップチームスタッフ選手一覧というのを、少しご説明したいと思います。まずスタッフの方なんですけども、新たに、監督ここにいらっしゃいますけども、岸野さんを呼びまして、でヘッドコーチとフィジカルコーチにチョン・ヨンデと柴田の2人を据えました。でゴールキーパーコーチ、シム、トレーナー2人、2名については昨年同様ということで引き続き契約という形でさせていただきました。以上7名でスタッフの方は編成したいと思います。続きまして選手につきましては、まず上からいきますと、キーパーの飯田、そして国吉、平井で、田中、朝日、大西、小池口、森、大二郎、三上、内田、大山、吉川、木本、木本、池畑、梅村、吉川健太ですか、
このメンバーについては昨年来同様契約を更新ということで、引き続きカタールで、J2 から J3 に落ちてしまったという悔しい思いを、胸にそれを跳ね返すように今年は頑張っていただきたいなというふうに思って契約をいたしました。そしてその中で、吉井18番の吉井ですね、それと23番の村松、そして24番の山本、この3選手に関しては、本田、町田をはじめ、レンタルということで言って、他で昨年は活躍をしてもらいましたけども、今年に関してはカタールの方で戦力としてというふうに考えて戻しました。それとここにいる5名それと1人ですね、20番の中田なんですけども、本日新加入ということで中田選手いるんですけども、学校の都合でちょっと欠席ということで、学校の授業があって、その関係でちょっと欠席をというか感じです。あと5名につきまして、左からいきますと S B ですね、21番の S B、 そして、2番の日高、そして、15番の中西で、こちらに行って、31番の永井、そして最後に、26番の馬渡、この5名については新加入ということで、今年から、カタールの山の方の大事な戦力としてということで迎え入れました。以上の25名ここにいる25名が、まずもって、今日の今現時点ですね、契約ということで、スタートさせていただきたいと思います。そして、1人ミクリアっていう、昨年の、主力としてディフェンスで活躍したミクリアっていう選手なんですけども、ただいまちょっと、まだ交渉中ということで私の方とお話をしてるんで、彼にとってティクラブにとって一番いい方法はどうなんだということを、今交渉中で、ただし今日のトレーニングからは一緒にやります。やる中で、お互いに話をしてきちんとした形で、すっきりした形で契約という形で結んでいけたらなというふうに思うし、また、その辺は契約のことなんでお互いにどうなるか分かりませんけども、お互いにちょっときちっとした話をもう少し時間がかかるということで、皆さんにはちょっとお時間をいただきたいなというふうに思っています。以上、先ほど言いましたけども ミクリアを入れて26名なんですけども、25名ということで、まずスタートをしたいと思います。というのがこの、一覧表のご説明になります。よろしくお願いします。